南馬宮史跡公園復元された大極殿基団とその手前に八角殿を模した構造物が見える。南馬宮は古墳時代、王神天皇の南馬大隅宮や任徳天皇の南馬高津宮、金明天皇の南馬宿屈宮。以来、飛鳥時代、奈良時代の南馬にあった古代の宮殿、日本の首都であり都の城。跡地は国の史跡に指定されている。 南馬宮の存在は史書には載っていたが、第二次世界大戦が終わるまでは、所在地は不明なままであった。1913年大阪城外堀南の宝円坂で、奈良時代のものと見られる数個の重剣文、レンゲ文剣丸瓦が発見されていたが、ほとんどの人は帰り見ず、山根徳太郎は注目したが、大日本帝国陸軍が一帯を用地接収していたため、 調査自体が不可能だった。1945年、日本の幸福によって保縁坂が陸軍用地から解放され、この時初めて学術調査の機会が訪れた。そこで、山根を指導者とする南波九州検証会が何度か予備調査を行い、1953年度初付近から死備を発見した。このことをきっかけに、1954年2月から山根らは、 第一次発掘を開始。しかし、大阪の都心部で、ビルや道路建設の合間を縫っての発掘、調査は困難を極め、初期の数字の調査では、ナンバグーの後なのかどうかがはっきりせず、学会はこれを、山根の宮だなどと冷笑した。しかし山根らの努力によって、奈良時代の宮の移行が次第に明らかになり、1957年南北に続く、 回廊跡が見つかった。そればかりでなく、翌1958年には、奈良時代より古いと見られる中列跡が検出され、その柱穴に焦土が詰まっており、火災の跡であることが明らかになった。つまり、市長元年正月、南波救出が全焼したという、日本初期の記録から、高徳町の救出が消失したものと推定でき、その後に、 天武朝の救出が建造されたのだと考えられるようになった。1960年、これが回廊であることを確認。これを前期ナンバグルという。1961年、山根らの発掘により、聖武天皇時代の大極度の跡が発見され、その存在が確認された。これを後期ナンバグルという。山根は発見当時、我、 幻の大極殿を見たりという名言を残した。前期南馬宮も経前期南馬宮も慶長動員の北に代理が隣接する木の富の変土の後、高徳天皇は南馬に遷都し宮殿は白地三年に完成した。元号の始まりである大化の改新と呼ばれる革新政治はこの宮で行われた。この宮は建物がすべて掘った手柱建物からなり草吹き屋根であった。 日本書紀には、その宮殿の城、タンサトルフベからずと記されている。高徳天皇を残し、アスカに戻っていた、高祖母村は、天皇が没死した後、西明天皇元年1月3日に、アスカ板武器具で、再び即位し、西明天皇となった。天武天皇12年には、天武天皇が副都政の御事のりにより、アスカと共に、南馬をととしたが、市長元年正月に、 南馬の救出が全焼してしまった。後期南馬宮模型奈良時代の人気3年に、聖武天皇が藤原馬海を友蔵南馬宮寺に任命して、南馬系の造営に着手させ、平城系の副都とした。中国の技法である祖先建て、河原吹屋根の宮殿が作られた。その後、聖武天皇は平城系から国経へ戦闘を行っているが、天平16年に入ると、 南馬経営の再戦闘を考えるようになる。この年のうるう1月11日、聖武天皇は行幸を名目に南馬宮に入り、2月26日に南馬経営の戦闘の御事のりが正式に発表された。もっとも、その2日前に聖武天皇は再戦闘を視野に入れて、死柄木宮に行幸しており、南馬宮には岩礁上皇と左大臣立花処刑が残された。 このため、聖武天皇と岩礁上皇との間の政治的対立を想定する節や南波戦とは、しがらき宮の都の常設備が完成するまでの一時的な措置であったとする説もある。最終的に翌天平17年1月1日、南波計からしがらき宮へ戦とが正式に発表された。南波戦ともしがらき戦とも聖武天皇の意向であったと考えられ、 短期間での方針変更が混乱を招いたと言えよう。延暦3年、寒武天皇により、長岡京に遷都された際、大極殿などの建物が長岡京に移築された。現在、南馬宮の跡地の一部は、南馬宮石公園として整備されている。南馬宮の遺跡は、現在の馬場町、宝園坂、大手前四丁目付変に及んでおり、大阪歴史博物館や NHK 大阪、 放送会館の複合施設がある一角もナンバグーの後である。大阪歴史博物館の地下1階では地下遺跡の様子を見学することができる。同博物館前にあるかやぶきの高床倉庫は、放円座解析で見つかった5世紀の巨大高床倉庫群のうち一棟を復元したものである。ナンバグー以前から重要な交通拠点となっていた何はずの遺構である。 南馬旧石公園の場所は明治4年以降に兵部省の管轄地となり、1945年の廃線時には不評第8連隊が置かれていた。占領軍の接収会場をすぐに守備が発見されたこともあり、開発の手から免れ広大な敷地の確保が可能となった。南馬旧石公園の北側を東西に通る不動高速大阪東大阪線は、 ほぼ全線が高架構造にもかかわらず、南馬旧石付近の部分だけ平面となっている。これは建設に先立つ事前協議の結果、南馬宮跡の移行の保存と南馬旧石公園から大阪城跡への景観を確保するために平面岩が採用されたためである。しかし、この突如として現れる急な勾配区間のために事故や渋滞の原因となることも多い。なお、 平面部分の道路の基礎は、南馬旧石中心部の遺構を破壊しないよう地下に、杭を打ち込まないような特殊な構造となっており、また、橋脚の間隔も一本あたりにかかる重量を分散させる目的も兼ねて、通常30メートル開けるところを、この区間は10メートル間隔で橋脚を設置している。1985年に大阪市が、 北接する大阪城公園と南馬旧石公園を一体化した歴史公園構想を発表。その一環として、馬場町にあった NHK 大阪放送会館が上、町筋を挟んだ大手前4丁目の大阪市中央体育館や土地に移転するなどしたが、この2つの公園の一体化構想は進展していない。2004年から4天王寺はそのメイン会場となっている。2006年には、 万葉仮名で書かれたものとしては、最古とされる7世紀中頃の木管が出土している。木管は、長さ18.5センチ、幅2.7センチで、片面に墨で、川止めひさしすけの川書く米の刀ここと書かれており、春草の初めの年と読むと見られている。一緒に出土した土器や、地層の状況から前期、南馬宮の完成前後のものと考えられ、万葉仮名は、 天武・地頭調に成立したと考える説に最高を促す、発見であった。平成28年、後期南ン宮の長動院の西側から4棟の建物の基礎跡が発掘された。ありがとうございます。